こんにちは、ブルーホースです。今、なんかすごい噛みそうになったっていうのも、なベルリンシュトラーセっていうのをね、なんか言いかけてしまってね、ブルーホッシューみたいなね、わけわかれ。で、今回もね、やっぱり突っ込みどころがあるね、ピーチガーデンですね。はい、ピーチガーデンのね、ピーチの目の前にいるのが、キノピオでもマリオでもなく、誰だっけこれ、パックンじゃなくてワンワンになってんだよね。ということは、マリオがヒーローでもなくなれば、キノピオというズサももうあなたいりませんよっていう話になっちゃってるんですよ。もう私のボディーガード、ワンワンでいいからって。確かにね、攻撃力3でさ、防御力4だっけ、うん、なかなか序盤に出てくる敵としては強いと思うんですけどね。マリオストーリー、なんかパッタンがうずうずうずしてやがる。はい、ということで今回はですね、クッパになりきって泳いでいきたいと思います。泳ぐ ?3、2、1、ちょっとなんか走ることに夢中になってて、加速するの忘れてた。まあいいや、加速しなくてもどうせ勝てるし。ドンキーコング、どっちが悪役か勝負してやろうじゃねえか。今日も相変わらず2号がはしゃいでますね。なんであいつバナナ3本持っててさ、もともと1本も持ってないくせにさ、あバナナ捨てやがった。あぶつかってやるの。ザー見さらせ。危ない。ベルリンってこんな感じなんだね。へえ、壁はどこ。危ねえ。あちょ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 ピーチ姫のバナナかっこひわい。なんでちょなんかすごいことになって、全然操作がうまくいかない。まあまだ1周目だもんね。おお、お前ら全員バナナ取ってきやがって。おお、1位抹殺の人。オッケー、裏側守備表示モンスターを破壊してゲームから除外します。バイバイ。ちょさあ一気に2位まで上り詰めてきましたよ。そしてここどこ、オーケーポン、しないんかい。ポンしなかった。ふい、あっしゃー、バイバイ。うざいうざったいやつはさっさとお別れしましょう。こういう黒い車が流行っているのかな。こういう黒い車がベルリンでは流行っているんだな。よしよし内側急カーブ。オッケー。てかでもさ、カートよりも遅いさ一般乗用車ってどうなのよ。おーねえねえねえ、まあ多分あれだよ、本来は走っちゃいけないところを走っていいから、せめて制限速度よりも遅くゆっくり走ってあげますわーっていう話なのかもしれないけどね。ということで、もう一回右に右に曲がって、あー後ろからせっかく赤コーラがあるのに、コインアイテムを使うと2倍になって帰ってくる。最近マリオストーリーとかのそういう実況ばっかやってるからさ、やめてー。あー、まあそういうこともあるよ。たまにはぶつかってあげないとね。あ、なんかタヌキマリオがうっくんは反してる。ドフン、こっち。あー、じゃなくてなんか2個取れたかったけど、まあ いや防御アイテムが手に入る。ちょさあラストスパートの勝負だ、マリオくん。私勝負しようかな。さあ、なぜか、あーいって、なんだはびっくりした。びっくりした上にしかも全然当たってなかったよな今。なんなんだ今の、ずるくないか。嘘だろ、いつの間にか1位に戻ってるし。こっちでいい。あー、よくないね。あー、やばい、やっぱ分かってないコースを走るから3周目に痛い目に。あー、嘘だろ。いや、待って、イカスミクロスケまだ出ておいで。どっちに行ったらわからないけど、こっちでいいのか。あー、なんか知らないけど1位になってる。よっしゃ、タヌキ来たー。ありがとうクッパ、ありがとう村人、ありがとうドンキーコング。お前たちのビリ争い、俺は忘れない。あ、レミー忘れてた。気になる方は10秒前に動画をお戻しください。ちょっと待って、熱くなってきた。さーて、マリオもキノピオもクビになったコース走っていきましょう。あれ、マリオいいんじゃん。でもあれだね、キノピオはもう一般の観客としてになっちゃってるね。なんか普通に枠の外に追いやられてたけど。あー、間違えたんだよ。やばい。てっきり防御アイテム出てくるかと思ったら、まさかのキノコーチですね。よし、オッケー。なんだよ、ノックシにしてんのか。危ないね、これ、本当に。危ない、マジで。こっちか。うわ。危ない、お花買ってますね。さすがピーチ姫ですね。防御力マックスですね。あ、くそ。ちょ、なんかあいつ速くない？あいつ普通に速くね？さあ、今です。青いコーラを出すのです。青いコーラを出してください。青いコーラ出ろよ。どうせ後で俺が1位になった時にしか発射しねえんだろうおめえ、この野郎。ほんとふざけてるわね、本当に。もうピーチガーデンってことはこれあれだな、64でいうとこのピーチ城みたいになるっていうことだろ。おお、素晴らしいじゃないですか、いいじゃないですか。転がってやんの。俺ぶつかってやんの。くそ、いって
通に痛い。お前このやつ、オッケー、やばいやばいやばい、危ないのが、危ないのが野放しになっている。よいしょー、こっち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 。で、ほいほいほい、これは、あれだね、ピョンって飛ぶよりも、こうした方が良さそうだな。これ、ハックンさ、首めっちゃ伸ばしてくるとかないよね、大丈夫だよ、キュッ。あれなんかいつの間にか抜かれてたの、俺。誰だ、抜いたやつ。俺で抜いたやつ誰だ、俺が抜いてやろうか。あ、じゃあ俺で抜いたやつだから、俺、俺はまただ、もう、んちゅ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 ん、オッケー。オッケーではないんだけどさ、誰かバナナ引っかかってくれよ、絶対バナナ悪い銃残んでないじゃん。あ、引っかかった、誰か引っかかった、引っかかってくれたのはいいけど、あれ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 、3周目だけコースが違う、そんなきついよ、余地ある、2周目まで一緒だったんじゃない、あれ2周目も違ったっけコース、ちょっと待って、全然もうね、おっさんだから記憶力がやばいの、記憶力やばくてピョーって飛ぶしかないの、やばいやばいやばい、防御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 投げすぎた、やばいやばいやばい、なんか誰か引っかかってる、あ、やったやったやった、ざまみろざまみろ、たぬき、たぬきがたぬきでポコ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 ポンピョ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 ン、あ、これ何、最終的に逆回りさせられてる感じ、なんだよバイオハザード RE4 と一緒じゃねえかよ、 RE4 もさ、バイオハザード4と同じようなステージあるなと思ったら、すぎゃがオールイージーハイタッチ、おー、ピーチ姫、ちら鎖骨が微妙だったな。で、こっち行って、オッケー、いい感じ、あ、またコインか、こんな余計にコインか、やばいな、やばいな、オッケー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 、じゃあこっち行って、さあラスト、まさかのラスト逆行かされるって、結構あれだね、シビア、じゃあシビアだね。よっしゃ、後ろ向いても誰もいないから、俺の余裕、ゴールフーフーフーチャ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 ー、相変わらずレミーがドンキツー。戦いとんけつたい、つまりお尻たい、お尻合い、落ち着け、メリーメリークリスマス and a happy new year、 もろ逆の季節だけどな今、うん、なんでだよ、発車してくれよ、お前1位がいきなり6位かよ、本当にもう、でどうせしょぼいしょぼいアイテムしかくれないんだろ、鮮度は続くよ、キノピオも、あっしょあっしょ、ほら誰か食らえ、いって、俺かよ、俺が食らうんかい、マジか、仕方ないな、じゃあ、あっ、ちょっと待って、あっ、ちょっと待って、おいおいおい、容赦だからって、お前、情け容赦無用、ちょっと待って待って待って、ありえねえってありえねえって、こんな順位で夜更けかよ、待って待って、ああ後ろからキラー飛んでくる、引かれる、潰される、やめて、殺さないで、2回までにしてくださいって、なんだなんだ、あ、違う、あ、またてっきりあのバナナでくるんってなったのかと思ったら違った、しかもブーメランってブーメランって届かないんだって、あっちょー、くらえー、もう一周終わり、早くない、とりあえず後ろ、誰かわかんないけど、クラッタイムなんか音がするっぽかったけど、あれ一瞬短いな、ここは、あ、なんか誰か食らった、誰か食らったけど、誰が食らったのかわからない。ということで、線路は続かないから、今度は下から行ってみましょう。なんで緑なんだよ、やつらをぶちのめさなきゃいけないのによ、なんでうんち捨ててんだよ、ほんとにもううんちかバナナかわかんないけどさ、よし、オッケー、発射、違う、後ろに投げなかったのになんで前に投げなかったんだ、後ろに投げなかったら意味ないでしょうよ、バナナだな、バナナだな、はい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 、あれなんか落ちてた、落ちてないよね、ずーるいよね、青コーラ来てるよね、さあ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 、いけ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 、さあ、くらいやがれくらいやがれ、チドンチドンチドン、オッケー、いいだろう、俺が結局1位になる、さあダメと書いて運命なのさ、普通逆で言うよね、運命と書いてさあダメだよね、そんなことは気にしてたら日本の総理大臣になることなんかできませんよ、せいぜいインドネシアでおしまいです、インドネシア大統領だけどね、はははは、ということでこっちにシュン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 行かねえのかい、ということで、あい、やった、防御力ゲット、攻撃力1、守備力2の、え、本当に？かそもそも緑の、こ、あの、あれだよね、あの、なんか敵の、うわ、来た、来た、来た、赤コーラー、クイートさ、何が出てくるよ、よし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 、しゃぶれバナナ、わー、こんな端っこいっちゃダメですよ、オッケー、ピョインといけ、チョイントバム、くるっとなって、とりあえず1個捨てといて、さ、2個ゲット、オッケー、1個、2個、3個、4個、4個、シコシコ、オッケー、これはもう勝ち確ですね。と思ったけど、やばいな、キノピコがしこってる、キノピコ、あ、やばいやばい、こんな時に、こんな時に、こんな時に、もう一丁、オッケー、よいしょよいしょ、オッケー、ありがとうございました、ごちそうさまでございます、いただきます、あ、レミーがちょっと上がってきた、あ、レミーが10位に上がってる、すげえ、おめでとう、2個も順位上げられたら難しいぞ、俺なんかこんなにずっと1位を取ってるのに順位を上げることができないんだからさ、お前
2個も順位上げたことを誇っていいと思うぜ。さあ頑張りましょうか。レインボーロード、もうレインボーロードはもう嫌な思い出しかないの。最高。しかもこれ壁ねえじゃん。なんでこんなサバイバルデスゲームなのよ。またかよ。もうこれ1位から始めるとか1位とか上位争いから始まらなかったらくすめんどくさいんだよね、抜き返すのがさ。もう本当に、ほんでまた危ないの持ってるやついるしさ。チャチャチャラチャチャチャラチャ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 ピョン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 。あ、なんかバカしてるやん、バカバカ。よいしょ、オッケー。チャチャチャラチャチャチャラチャ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 。なんかすごいな、すごいな。面白い。なんか土星降りてってるって感じがするね。で、1は誰？あれ。あー、なんだ、誰も望んでない1。ってか、なんでこんなとこにバナナあんの？なんで、バーブだー！大気圏を突き破るところでした。ありがとう。よし、大気圏を突き破るところで危なかった。あ、これもしかしてあれか。あー、1周目、2周目、3周目が全然違ってくるやつか。オッケー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 。いいだろ。あれ、ビンキーってさ、バナナ大好きなんだよね。なんでバナナ食べたら滑ってんの？バカじゃねえの？おドンキー、バカな食えよ。お前バナナ好きだろ？うん。バーナーナ、しっぽりバナナ最高、バーナーナ、毒舌さーってやつ、やー危な。オッケー、よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。はい、ありがとう、ごちそうさまでした、さよなら。調子乗って1位乗ってるとね、そういう羽目になるんですよ。俺はもう何十回とそれを屈辱を味わってきたことが、本当にもう大変なんだぜマジで。ピョーンピョーンピョーン、アバット、あーと思ったら生きてた。お母さん、僕生きてる。この世に生を受けて32年経ってるけど、まだ生きてる。素晴らしい、生きているって素晴らしい、生きているから。なんでもいいや。あー、なんか来たー、防御良かったー。なんだ。あ、しかも潰されてるし、マジかよー。やばい。これは非常によろしくないですね。ふいーん、ふいーん。アイテム取れないし、雷ゴロゴロだし、お腹もゴロゴロだし、やばい、食中毒疑惑。あー、くそー、なんとか雪印にはならないようにお願いします。こっち。こういうの企業名出しても大丈夫なんでしょうか。私、生きて帰ってきました。食中毒でも無事に1位を取ることができるんです。ありがとうございます。しゃあ、チャンネル登録よろしく、グッドボタンもありがとう。次に進みましょう。いや、今回はスッといけたね。もうこういうのがやりたい、こういうのが。マジで本当にもうね、一番酸欠になるの、このマリオカートの実況が。いやー、気持ちよかった。ちょ、ちなみにこれ何カップだったっけ、忘れちゃった。あのね、じゃあこの時間を使って最近の悩み聞いて。あのね、Google のメールを俺普段使ってんだけどさ、そのメールにさ、あの、登録した覚えのないさ、医学ボランティアアンケートとかっていうやつが来んのね。でさ、大会安いのって迷惑登録とかしたらさ、アフィリエイトとかのサイトとかもそうだけどさ、迷惑メールボックスに送られるのさ、そいつさ、迷惑登録解除さ、もう今もやったんだけどさ、5回10回やってもさ、なんかもう一生ね、メインのフォルダに届くの。どうしたらいい？解除の仕方がわかんない。そもそも何登録したかも覚えてないから。はい、ということで、まあ無事ね、あの、クリアすることができましたということで、ありがとうございました。ごちそうさまでございました。なんだ？ちゃ、これ Z のカップクリアしたっけ？ごめん、飛ばせないわ。あの、全カップクリアできてないんですよ。まだ確か残り1個か2個残ってたはずなんですよ。あ、マリオカートデラックスブースターコースパススタッフクレジットということで、全部まだ1位取ってないのに、なぜか、あの、クレジットが急に始まるっていうですね、あの、謎の現象始まっているんで、もう少しだけね、お付き合いください。で、まあ、いろんなね、ゲームをやってるんだけど、まあ、しばらくは、まあ、64がね、続くというか、マリオストーリーとか、あと、ゼルダのね、スムージラの仮面とかねっていうのを、まあ、あの、しっかりとやってるんですけど、まあ、あと、ヨッシーストーリーとか、そのあたりもやっていこうかなとも思ったりもしてるんですが、その後ね、やっぱりね、ちょっとね、あの、クラシックなゲームばっかり1年間ずっとやってても、あの、やっぱ最新のゲームも見たいよっていう方も多いかなと思いますんで、なんかいろいろとそっちの方も漁ってみようかなとは思ったりもしてます。ただ、あの、なんだろう、まあ、僕のね、ゲームのできる環境の都合っていうのもあったりもするんで、まあ何をしようかなっていうところなんですよ。パソコンゲームをね、やっぱスチームでやろうと思ったらね、スペックの問題とかもいろいろあるんですよ。ただね、今ね、マジでやりたいなと思ってるのは、あの、ファイナルファンタジー。で、それも、クライシスコアリユニオンだっけ？リユニオンと、あの、ファイナルファンタジーのリメイク、セブンのリメイクの1、2、この流れでやっていきたいなと思ってる。ただ、あれをやり始めると、多分普通にプレイするだけでもさ、70時間、80時間くらいかかるでしょ？で、あれをさ、30分ずつ区切ってとかってやっていくと、30×、じゃ間違えた、
一つのゲームが80時間かかるとしたら240時間でしょ。で、1時間やってもさ、240日かかるのにさ、480日やり続けることになるよね。恐ろしいよね。で、さ、なんかゼルダの伝説みたいにさ、ここまでのアイテムを取ったら区切れるみたいにさ、記憶があるゲームだったらいいけどさ、全くの新しいゲームになるから、果たしてどうなるのかなってね、まあね、ちょっとファイナルファンタジーもやりたいなと思いつつもさ、バイオハザードの方もね、やっぱりね、ずっと僕バイオやってたからさ、そろそろ戻りたいななんとも思ったりもしたりするしさ、まあいろいろとこうね、こういうことやりたいな、ああいうことやりたいなっていうのゲームもやったりもするけど、まあ狂ったようにね、毎日動画を一本一本上げてったら、もう、それ、一本じゃね、2本3本と上げてったら、マジでね、今ね、動画毎日1日1本上げてるでしょ？それプラスで、ショートムービーも上げているっていう、この時点でね、俺のもう気狂いそうなの、発狂しそうなの。っていうくらい忙しく目まぐるしい毎日を過ごしてるから、まあね、なんかね、ちょっと別の手段でなんかできたらいいなと思ったりもするんだけどね、まあ一本あたりの動画を長くするかって言ったら、今度そうするとね、まあいろいろとね、まあ怒ってくるじゃないですか、まあ皆さんお察しくださいよ。ね、視聴者からするとね、投稿者の事情なんか全くもっと知るかっていう話かもしれないですけどさ。まあまあ、とりあえず、マリオカートはまだ、もう1、1カップか2カップか残ってますんで、最後までしっかりともみしだいってからね、終わりにしようと思ってますんで、そこはご安心くださいと。なんか画面が急に暗くなってると大丈夫かな？ OK かな？大丈夫そうかな？はい。そういうところですね。さて、じゃあ、もうね、喋ることがもうなくなってきてるんだけど、大丈夫？あれ？全然終わる気配がないんだけど。まあ今ねみんな多分ね夏ど真ん中過ごしてるかと思うんですけど、ダイエットって進んでるね、8月31日までがね夏休みだからね、せっかくだから8月末のねまで、そのプールや海に行くその日までですね、しっかりと体を絞ってお過ごしいただけたらと思うのが、あれなんかプラプラしてるの、あれパックンか、パックンのパクパクしてる方が足かと思ったけど、あれが口の方だったんだね。こいつの横向きの花ちゃんですね。花ちゃん歩いてます。まあ、スペシャルサンクスまで来てるってことはもうそろそろ終わりだね。ジェネラルプロセスは高橋真也知らないですね。はい。古川俊太郎さんも、エグゼクティブプロデューサーの方ですね。はい。とてもお偉い方でございます。終わりですね。いやー、全くもってマリオカートなのにね、タヌキマリオとか、足ばっかりが出てきてさ、肝心なちゃんとしたマリオが全然出てきてないよね。やっぱ、青コーラカップかなんかが残ってそうだね。はい、それをしっかりとやってね、終わりにしたいと思います。なんでこのタイミングでエンディングが出てきたんだろう。青コーラまだやってないのにね。ちゃー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 。おー、素晴らしいね。今回のサムネはこれかな。ね、これにしよっか。なぜか唐突に始まったエンディングっつってね。Thank you!Thank you for playing my game! ってやつだね。ありがとう！またお会いしましょう！チャンネル登録ぜひよろしくお願いします！ではまたまた。